白いのお酢でお醤油です。お醤油、はい、ラー油入れる。ラー油入れます。お酢も入れる。お酢も入れます。見た感じは餃子めちゃめちゃうまそうです。いいですか。はいはい、はい、入れますよ。あ、これ醤油だ。醤油多くないかい。はいはいはい、はい、これがお酢。お酢、お酢いっぱい。お酢いっぱい。はい、どうぞ食べてください。食レポ。いや、俺多分暑いから食えない。食レポで、しばらく食えないから。じゃあ、あーちゃんもう猫舌だから、ね、こんな暑いの絶対食えない。食レポ代理だ。食レポ代理だ、はい、上手に食レポしてね。はい、お口。それでは餃子を、焼き餃子。焼き餃子、あらさんがいただきます。どんなお味でしょうか。うわ、よくそんなガブっていけるな。熱いらしい。熱そうじゃん。熱いけど俺、美味しい。そう、湯気がすごい出てるし、肉にこいつで、まあ、少しあれが入ってる。食レポになんない。あ、熱いけど美味しい。じゃあ吉見さん食べてみて。はい、お箸。そんな熱いの俺当分食えないの。当分無理。はい、春雨も来ました。春雨っつっても野菜炒めにしか見えないんだけど。ね、あ、でも熱そうじゃない。そんな熱くもない。うん、あのね、お酢が、うん、お酢がきすぎ。お酢が甘い。お酢が甘い、うんうん、お酢の、うん、味に甘め、まあ、甘め、うん、甘めです。お酢じゃなくてみりんと間違えてない。そしてこれが、はい、これ何、これは春雨？違う、平太やす春雨野菜だ。平太春雨の野菜。春雨って言ってもこれ何、うん、太いんだ。平太って書いてあったら本当に太いよ。本当に太いやつね。平太、平らで太い、確かに、うん、平らで太いね、うん、はい、はい、食べてみてください。はい、どうぞ。はい、これ平太、平太カルサの野菜炒め。はい。おいしい、おいしい。おいしい。おいしいしか言わなかったら全然なんか食欲にならないんですけど。あ、これは甘、あ、ちょっと甘くしてある。ん？甘くしてある。甘口？甘口。甘口？うん。なんだろう。おいしい。美味しい甘口。美味しい甘口。美味しい甘口。すいません。グラスワインと、グラスワインと、胡椒を効いてる。さっきのブランデーのおすすめ飯のソーダ割り。ブランデー美味しい。美味しい。美味しい。うまいっす。いきなり辛くなった。辛くはないんだよ。辛い。辛いの？これも辛く見えないけどね。辛いんだ。いきなり辛いの。だからこれでも平太春雨ってすごい不思議な食感が、うん、くず切りじゃないけど、くず切りみたいな食感。ヘルシーさじゃないんだけど、もちもち感はあったんだけど、しっかり感は春雨なんだよね。面白い。面白い。食べて食べて。これ平気平気。熱くない？熱くない。熱くない。